間に合うか。危ない。よしよし。さあこれはね、ちょっとトンネルの中で、ちょっと待て、マップをご覧ください。先回りしてる。あー怖え。ちょっと待ってくれや。俺やんのかい。かかってこんかい。いや、トンネルマジで有効活用していこう。ウィッというわけでごめん、バルフィー2042というわけでごめん、アオービッチ。今となってはね、懐かしいですね。この屋上に、拠点があった頃、皆さんね、思い出してください。あの頃の活気、どこ行ったんですかって。よいしょ、まずワンダーン。いや、あれはあれでね、ちょっと面白かったね、やっぱね。うん。やっぱりビークル中としては、シーズン1にね、活気が戻ってくるんで。夏になったらね、シーズンは始まるんで、その時までには、ビークルのいろんな赤スキンでね、自慢したいわけですけども、全然ね、輸送機の中の数字が伸びない。あ、確か、キルとアシストと味方のリスポーンとか、結構ね、条件がまいはずなんだけど、なんか全然数字が伸びないんだよな。あれ何なんだろう。シャーン中、お邪魔しまーす。まあ、ナイトバード遊んでる時点で、さら伸びんやろっていう話なんですけど。OK。あれよ、ブレイクスルーはね、アタッカー側はやっぱり、緩くていいんですよ。うん。あんまガチガチにやってもね、その防衛側不利なんで。お、ローコン検知。大丈夫？ OK。さあ、こん中いるかな。あ、そっちにいんのか。反対側か。OK。さあ、一周して、戻りたいんだけども。よいしょ。さあ、こっち側にいるのかい。あれ？どうも、ヘリです。まさかこん中のこと屋内だと思ってませんか？あ、いんな。対空2機。味方は対空2機を守る。これまずいっす。これなんすか F35 か。ホバリングしてんな。そうだよね、マップを見る限りは F35 が、あ、いる。なかなかダイナミックな。よいしょ、 OK。 まあ、ブレイクスルーマジで防衛側がほんと弱いんで、輸送機とかで出すとね、もうほぼほぼ勝っちゃうんすよね。まあ屋上拠点を戻せとも言わんけど、やばいっす。これなんだ、大丈夫、切れるか。危ない。 OK。 まあ拠点戻せとは言わんけどね、そのビークルのバランス、そうよ、ビークルのバランスとそのリスポーン待機時間、ここがね圧倒的に振りすぎるんで、ちょっと待ってね、ごめん、やらかした。ちょっと待って。いや、こういうところでのサンダンスのグレは本当に死ぬから。危ない危ない。よし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 、大丈夫、 OKOK、 ちょっと待ってね、ナイス修理すぎる、ありがとう。全世界のシュポーツェジコンの将軍、お久しぶりです。というわけで、ほら、全然止まんかった。おい、ちょっと待って、ドローン切るって、ちょっと C5 ドローン、嘘でしょ、おい、おい、あの、マジで C5 ドローン、いつ修正するんだろうね。あの、C5 ドローンとボリスのタレットは僕ね、あの、修正するって言ったのね、忘れませんから、運営が。いや、でもね、まあ、その、戦車固くしろっていうよりかは、まあ、その、対ビークル装備をね、もうちょっとこう、なんか、クーリング長くするとか、やばすぎる、これ。これ大丈夫。完全に目つけられてる。これやばいっす。ほら、目つけられてない、大丈夫。ちょ、一旦下がろう、一旦下がろう。これまずいっす。あ、ボルトのこのミサイルもマジで強いのよ。ボルトの8連ミサイルマジで無限に対空してくるから、ほんとに。距離ってあれ制限ないんだよ、多分ね。まあでもあれはいいでしょう。あれは全然いい。うん。まだまだまだいいよ、うん。ただ、ほんと戦車だけはね、戦車だけはもっとなんかこう、救いようがあってもいいと思う、ほんとに。まあ、このゲームに興味持って始めてくれた人、やっぱりヘリよりかは戦車の方がまずね、なんかこう触れる機会多いと思うから、なかなかね、ヘリ1回目で操縦できる人いないと思うんで。眩しい。あれでも落とせそうな気がする。あいよ、危ない。よしよしよし、まあ、高速移動してれば大丈夫。さて、あのコンドルはやっておきたいが、いや、なんかさっきゲージがちょっと伸びてる感じがしたんだよな。多分修理乗ってるんじゃないかな。怪しいよ、修理してる感じするよね。あ、ほら、ちょっと待って、あの、なんかもうさっきが戻った。さっきが戻った感じあるよ、ほら。いや、来た。ただ味方がいるんで、やっぱりね。いや、クソ、当たらんか。いや、味方やるっす。ボルト、これ絶対ボルト。よいしょ、オッケー、危ねえ。来るでしょ、来るでしょ、来るでしょ。オッケー、全部かわして。いやー、ちょ、輸送機強すぎ問題もあるな。いや、もうあれはあれはあれでいいのか。いや、わからんで、ね、どうでしょうか。ここにいるんじゃない、ボルト。ちょ、窓抜きたいね。あれ、いなくなってる。あ、いる、危なすぎる。
ボルトもね、窓抜けばパイロットはやれるんで倒したいけど、バックフレ、バックフレ、危ねえ。もう30ミリ以上のその機銃の爆風が本当にね、命取り。よいしょ。お次の方、あ、地雷はダメです。対戦車地雷ダメです、やめてください。ちゃんとね、味方のために処理しましょう。迷うよね、輸送機に絡んでいいものか。ほら、ちょっと待ってよ。殺気が強いから。いや、輸送機最強なんだよな、本当に。この50ミリ、まあガンシップとして輸送機をね使えるのもプレイングとしては幅が広がるんでいいと思うんだけど、あちょっと完全に殺す気だな。これ逃げましょう。あの本当、機銃の人のエムが良かっただけで終わっちゃうんで、こっちは間に合うか。危ない、よしよし。さあこれはね、ちょっとトンネルの中で、ちょっと待て、マップをご覧ください。先回りしてる。あー怖え。ちょっと待ってくれや。俺やんのかい。かかって今回、いやトンネルマジで有効活用していこう。うん、オービットの航空船はね、本当に相手の方で戦うときはね、本当このトンネルが大事。あれ倒した、あナイス。あ、味方のヘリがやってくれたんか。いや、ありがてえ。よいしょい、どうもどうもありがとう。あ、なんか後ろ飛んでたな今。どうも。いやーでも本当にね、総じてありがとう。僕はね、あの戦車を救っていきたい。うん、全然乗ってないんだけど。どうにかして戦車の活路をね、見出していきたいね。まあ多分バランス変わると思うんだけど、あれやれそうか。もうチャンスだね。70ミリ、オッケー、これやれんな。持ってくれ、よっしゃ、オッケー。油断したか。これまずいっす。これも、任せてください。オービットはトンネルをね、有効活用しましょうということで、まずは鉄塔でぐるぐる巻いて、ぐるぐる巻き終わった後まだ来るな。よし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 。さあ来い。来るかな？ちょ、これさ、待って。よっ。さあ来いや。こん中で、わっ。焦ったらダメですよ、お兄さん。オッケーオッケー。ちょ、こん中で戦うのを一回やってみたいんだよな。なんですかこれ。ちょっと待って、おい、ちょっと待ってくれや。やばい、デスクトップ行ってたら、俺やらかしたな。もうそろそろよ。そろそろ戦車動画出しましょうよって話なんですよ。オッケー、フレア。戦車動画出して、もう C5 ドローンはね、こういう風に対処すれば怖くないですよっていうね、そういうもう需要しかない動画を出そう。うん、そうしよう。そういう使命だから。おっと、何ですか。あ、もうドローン見て、今のドローンに触っただけでめっちゃぐらつくんですよ、こっちは。どういうフィジカルしてんの。質量がえぐいでしょ、ドローンの。おっと、待て、あ、お、いったか。おい、ナイスジュージュー。いやでもね、戦車乗りの方々でさえ C5 ドローンはね、対処がしようがないって言ってるんで。これは期待ですね。どうやって対処するのか、考えましょうということで、よし、とりあえずウォーサンダーしようか。